綺麗でっていいの。可愛いのが好きだから。気をつけて。みんな気をつけて出てる。Dengerin lagu yang aku buat yang akan rilis nanti bulan 5. Nah, sini sini coba dengerin. Mana? Nah, coba coba sini sini sini. Nah, gimana, Cil? Ah, keren banget, Pak. Di mana sih rekamannya? Oh, ini rekamannya di AO Project Production. Oh. Nah, kamu tinggal buka aja Instagramnya AO Project Production. Nanti kamu bisa DM ataupun kontak langsung di. Nah, nanti kamu bisa tanya-tanya ke adminnya langsung gimana proses rekamannya dan gimana biayanya dan juga nanti instrumennya kayak gimana. Nanti bisa dengar sama adminnya langsung. Ini cuma buat musik aja ya, Pak? Oh, enggak dong. Pastinya di sini juga ada kayak wedding gitu ya. Nanti kita bisa bikin video wedding gitu. Video wedding betul sekali. Juga video clip juga ada dia seperti kayak ini nih. Nah, ini AO Project Production ini bisa bikin project-project video clip, yeah. Wedding, okay. Engagement gitu ya, yeah. Dan sebagainya gitu ada, nanti bisa dicek di Instagramnya tuh. Nah, jadi gitu, Cil. Oh, gitu. Nah, jadi buat teman-teman semuanya juga yang mau rekaman buat lagu atau semacamnya atau juga mau mengabadikan momen-momen dengan orang tercinta. Nah, betul sekali itu. Oke. Okay. Jadi langsung aja cek Instagramnya AO Project Production dan ku tunggu karyamu. ちょっと写真撮っていいですか？いいですよ、いいよ。やったいただきます、いただきます。インドネシアのスプーンとフォークなの。そうです、いただきます。クリームはスプーンとフォークいいですね、はい、ありがとうございます。はい、どうぞ、いいですよ。あ、ありがとうございます。食べてみてください。いいですか。いいですよ。いただきます。インドネシアのチャーハン。インドネシアのチャーハン。ナシゴレン。ナシゴレン。ナシゴレン。あ、マイクはここで。すみません。いただきます。美味しい。美味しいですか。よかった。やっぱり美味しいです。ちっちゃいボール飲みましょう。うん、これシェアしよう。
Masih masih. Boleh minta kayak gini yang kecil enggak? Adanya, adanya. これレモンかけた方がいいの？うん、美味しいの。前かけてないから、うん、かけた方がいい？なんで？はい。レモンかけたら美味しいんだって。うん、そう思います。ありがとうございます。サテアヤム？サテアヤムサマテンベ？サマテンベか。うん。すごいねこれ。私前から一人で食べたい。すごい。ありがとうございます。優しい。もちろん。なんか他の YouTube も見てたんだけど、動画。ありがとうございます。それが焼き鳥みたいな感じですね。サテアヤム。あ、サテアヤム。アヤムはチキンみたいね。なんかさっきいろいろ勉強したの。これがアヤムで、これがこの肉がババトでしょ。そう私もインドネシアに行ける。はい、いただきます。いただきます。うん、やっぱり美味しい。うん、何が一番好きですか？インドネシアの料理で。ナシゴレンと塩まい。そっか。どっかインドネシアも塩まいがあるんだ。あります、ね、ありがとうございます。インドネシアでありがとうは何だっけ？これマカシ。マカシ？マカシでも。マカシなんかありがとうみたいな。そうそうそう。ありがとうございます。は、タリマカシ。タリ？タリマカシ。タリマカシ。そっか。マカシだけで。マカシだけでいいの？いいんです。おいしい、うん、なんでこんなおいしいのなんでこんなおいしいのなんかこれが揚げ納豆みたいな食べてみて甘い、うん、どんな感じけど食べてみてこれは、うん、何ですかテンペテンペこれがテンペテンペどう？美味しいなんか何だろう何の味だろうこれなんかピナッツじゃないのピナッツじゃないしそういってんの豆かな豆かな揚げた豆美味しいな全部食べてください全部食べないよ美味しいな海老せんね海老せん海老せんは大丈夫です静岡で一人暮らしですかいや、友達とあ、いいんじゃ友達と一緒に住んでたけど
けど、なんか中身は全然違いますね。それはそうだな。だから自分の部屋にずっと。友達は何してる？ゲーム。あ、ゲーム。ゲーム。お父さんはゲームやんない？うん、たまたま。男はそうじゃない？ゲームが。この子たちもそうだ。弟たちは、弟はこっちでないの。弟はスクリーマー。ゲームのやつ。すごいやん。これマジで大好き。このババとはこれ？こうやって、まあ、日本にないでしょ。ないかもね。日本の料理にないかな。ないないない。あなた飲む？え？あなた飲む？いや、もう大丈夫。それどうやって作るの？わかんない。わかんない。わかんない。うん、これ難しいと思いますよ。あ、難しいの、うん、簡単なやつはなんか。なしこれんだ。じゃあ趣味は何ですか？趣味？うん、YouTube 以外。ギター。 YouTube 以外は何ですか？ギター。あ、ギター、うん、あ、そうかそうか、yeah. じゃあギター持ってきてないんですか？前はバンドやってたんですけど。あ、インドネシアで。インドネシアで。そっか、すごいじゃん。いいね、だから今日歌ってね。食べて、食べ終わったら。今日は無理です。なんで？なんで無理？バンドやってたんですけど、ボーカリストじゃなかったです。ギタリスト。だから、僕には歌うんじゃなくて、ギターを弾く。ギター。だから他のグローブで歌ってたから。そうですね。歌好きなんですか？私、うん、歌は好きだけど、歌は私は好きだから。なんで？なんで？わからない。I love the song,、うん、but the song doesn't love me. 意味わかる？わかります、わかります、わかります。声は上手じゃない。なるほど、なるほど。そういう意味です。シャワーでいつも歌ってますよ。カラオケみたいな感じで歌ってます、うん、じゃあ趣味は？趣味は、うん、あちこち行ったり。旅行ですか？そう、なんかいつもどっか行きたいの。うん、と、映画かな。いいか、うん、いつも仕事終わって帰って、うん、映画を見たり。どんな映画好きなんですか？怖い映画。怖いと、なんかサスペンスとか、ドキドキする映画とか。なんか好きなの？最近流行ってるのは韓国のドラマ。ドラマ、うん、フォロー、アス、アル、ゲット。もう見終わったよ、終わった。それもすごい。さすが、さすが、さすが。え、もう見ました？見ました。それもなんかいいね。韓国のゾンビの映画は全部面白い。面白いですか？え、あれはキングダム見てない？見てないです。それも韓国のゾンビです。ゾンビです。見てください。見て、絶対面白いから。見ます、見てみます。本当に一番おすすめ。キングダム、うん。
うん、私も最初なんか何またゾンビかなんかつまんないなと思ったもん、うん、なんでいつもゾンビ映画なの、うん、で君がも見てやばいこれ面白いそう、うん、見てみます、うん、暇な時見て、うん、え、何が好きなんですか？あ、何が好きなの？映画。映画？どんな映画？何でも好きなんですけど。あ、何でも好き。そっか。うん。やっぱり悲しい時は面白い動画を見たい。あー。そっか。なんか、なんだっけ、なんか前インドネシアの映画見たことある。インドネシアの怖い映画。なんだろう、Netflix にあったよね。そうなんですか。なんか私の方がいっぱい食べてるみたいな。リザさんより。私もいっぱい食べてる。なんか私の方が食べてる。やば。インドネシアで何か言うんですか、食べる前に。例えばいただきますとか、そういうのあるの？ありますあります。Selamat makan だけですね。Selamat makan。Selamat makan。Selamat makan。どういう意味ですか？makan は食べる。Selamat は何だろう。Selamat はいろんな意味ありますけど、Congratulations とかも Selamat っていうですけど、いろいろ意味があります。そっか。説明するのは難しいですね、スラマとは。難しいか、なんか、あ、でもさ、よろしくお願いしますって。そうですね、そうそうそう。よろしくお願いします。どうやって説明するんですか？なんか、私を、難しいですね。難しいですね。そうしている感じです。マカンは食べます。食べる。マカン。消えた。消えた？これチリ入れていいの？ああ、そうですね。なんか前入れたんだっけ？なんか前すごい辛かった言葉は入れたかも。ちょっと入れていい？辛いのが好きだから。気をつけてそう、みんな気をつけてって言ってる少しずつね、うん、めっちゃ辛いと思いますんで。そう、さっきもすごい汗ひいたなでしょ？まだ大丈夫。辛いけど美味しい。か。か。気をつけて。みんな気をつけて。頭今すごい熱い辛いから辛いかな辛いの食べてるからおいしい
美味しいですか？美味しい。美味しいです。なんか暑くて辛くて頭がすごい暑くなった。辛いもの食べたらここ暑くなってきてる。今。やばい、もうお腹いっぱい。ゆっくり食べよう。ゆっくり食べましょう。インドネシアいつも帰る？1年に1回とか。うん、1年、あ、帰るのはそうですね、1年1年1回、はい、え、最後帰ったのはいつ？もう2019年、もう2年間帰ってないです。コロナ、あれだ、コロナ、うん、フィリピンは？もし、うん、書いてるよ、コロナで。最後書いたのは、うん、去年、12月、うん、2月、うん、最近じゃん。最近、うん、2022年も書いたよ、コロナでも。そうなんですか。家族に会いたいからね。そうですね、家族みんなフィリピンにいるから。そうなんですか、うん、日本にいるかと思ったんですけど。いや、みんなフィリピンがいいって。え、お父さんは日本人？お父さんは日本人、お母さんはフィリピン人。そうなんですか。そうなんですよ。え、じゃあコロナなくなったらインドネシアに帰るんですか？うん、帰ります。まだ日本に戻ってくる？戻ってきます。行きましょう。行きましょう。ぜひ。ぜひ行こう。もうバリ行きたいよ。じゃあ日本語はどうやってなの？どうやって？こっちで勉強した？いや、仕事で勉強した。日本に来る前には3ヶ月ぐらい、6ヶ月ぐらい、うん、学校で勉強してた。そっか。じゃあインドネシアで勉強したんだ。そうです。どう、日本語？難しい。難しいでしょ。そうだね、漢字が難しいですね。うん、覚えてます？私もダメ、漢字ダメ。そうだね、なんで漢字あるんだろう。ですね、もうひらがなとカタカナ合うの、漢字はいらないよ。すごい上手だね。いや、なんかまだ回数は難しいですよ、まだ私は。まあ、いや、他のインドネシア人と比べたら、はい、リザーさんの方が。そんなことないです、そんなことないです。多分、あ、そっか、他はまだなんか日本に来たばかりから2年とか3年とか、リザーは5年とか、やっぱり長いから。かもですね。でもあんまり、実はあんまり喋らなくて、うまく喋れないですよ。今はそうですね。今はそうですけど。その会社で、あんまり喋らないです。喋らない。そっか。はい、会社でインドネシア人もいるの？います。やっぱりそうだよね、なんかインドネシア人がインドネシア語で話すの。そうですね、だから、うん、日本語はうまく喋れないし、私はまだ、うん、今うまく喋れるんじゃん。そんなことないし。そっか、それそうだね。辛っ。辛いですか？辛っ。ちょっと来てくれ。すごい。すごい。なんかここで日本人も来る。
インドネシア人だけかなと思って何回か見たことあります、ね、何回か見たことあります日本人ここに来てなんか渋谷に行ったので渋谷で、うん、日本人だけじゃなくて他のなんだろうアメリカ人かなもういたらしいインドネシアより人気だね人気だねフィリピンは全然ダメだよないですか東京にはフィリピンレストランありますか？あるけど一回も行ったことない。どこにあるかわかんない。なんかそんな大したことない料理だから普通かな。だから。今食べてないんですか？あ、そっか、忘れた。じゃあ、これ食べます。